たまにはもやしもいいよね。キャベツのね、値段が地味に高くなってきたんで、ちょっとこの時期はもやしでしのいでもらわないと困りますよ、皆さん。聞いてんの？その渋い顔して食うなよ。食いつき悪いのくらいこっちだって分かってんだから、うん、やっぱね、キャベツとは大違い。やっぱなんかちょっと不満があるみたい。食いつき悪いな。もうちょいキャベツの値段が落ち着けばまたキャベツを出したいと思いますね。おい、食べなよ。こっちほら、そうそう、やっぱキャベツなんだろうな。この白い長毛が普通の白よりもちょっと、こっちが金クマなんだけど、こっちもちょっとクリーム色してて、金クマの血が入ってんのかな。知り合いから引き取ったんですけど、ちょうどこの子なんだけど、これが3匹いて、で1匹はもうはっきりとしたこの白で、まあ、こっちもちょっとクリームで、こっちもクリームで、これが金クマなのかな。ちょっと金クマの血が入ってるっぽいんですけど、でこれは本当、5匹兄弟で、で1匹が今妊娠してて、でそれは金クマと合わせてるんで、まあちょっとどうなるかお楽しみって感じですね。やっぱ案の定食いつき悪いな。もうこれ持っていくよ、みんな。いいね、男子持ってくからね。はい、今のうちだよ、今のうち。もういいね、もう知らないよ。食いつき悪いな。はい、もうダメ、もう男子持ってくから、ダメだよ。はい、それじゃまたね。